サッカーアリスシリーズは、アリス川アリスによる日本の推理小説のシリーズ。同作者による、学生アリスシリーズ特別のために故障されているほか、日村秀夫シリーズ、作家編などとも呼ばれる。ロシア紅茶の謎など、タイトルに国名を冠した作品は特に、国名シリーズと呼ばれる。探偵役である犯罪学者、日村秀夫と、ワトスン役の推理作家、 アリス川アリスが主な登場人物であり、作品の多くはアリスの一人称で語られる形となっている。大阪、兵庫、京都などの各府県警本部にそれぞれレギュラーの捜査チームが協力者として存在し、非常に細かく描写されているのもシリーズの特徴である。サッカー・アリスシリーズ、学生アリスシリーズと呼ばれるこの2シリーズはお互いにパラレルな世界であり、作家、 アリスに登場するアリス川アリスが学生アリスシリーズを執筆。学生アリスに登場するアリス川アリスがサッカーアリスシリーズを執筆しているという設定になっている。朝、原エリー作画により一部作品が漫画化されている。臨床犯罪学者、日村秀雄のフィールドノートとしてアスカコミックスデラックスより5巻まで刊行されている。漫だらけとももぐれの オリジナルレーベルキッカよりドラマ CD 化されている。臨床犯罪学者、日村秀夫の推理は、日本テレビ系の日曜ドラマは国て2016年1月17日から3月20日まで放送されたテレビドラマである。2019年9月29日には、スペシャルドラマ、臨床犯罪学者、日村秀夫の推理2019が、日本テレビ系で放送されるとともに、 セカンドシーズンが、フールーで配信された。ゲストスペシャルドラマ放送時間は22時30分から23時25分。連続ドラマ最終回放送後、動画配信サイト、フールーにて、テレビドラマの番外編エピソードを3週、連続配信。セカンドシーズン、臨床犯罪学者、日村秀夫の推理2019、ABC キラー編放送後、動画配信サイト、 フールにて2週連続で配信。2016年1月期の日テレ制作ドラマ3作品のコラボレーション企画の一環として、2016年2月17日、放送水曜ドラマ、悲願花、警視庁、捜査の中には、木村秀夫と有栖川有栖が仮面を出演として特別参加し、上記2016年2月21日放送の番組において土曜ドラマ、 怪盗山猫から勝村秀夫、霧島桜が亀尾出演として特別参加した臨床犯罪学者、日村秀夫の推理に関するカテゴリー、ありがとうございます。